ウィリアム・モリス・ハントはアメリカ合衆国の画家である、19世紀半ばのボストンを代表する画家である、バーモント州のブラトルボロで生まれた。ハント家はバーモント開拓の先駆者の子孫で最大の地主である家柄である。母親もコネチカットの名家の娘である。弟に建築家となったリチャード・モリス・ハントがいる。父親は1832年に没するが、 母親は子供たちに芸術的な教育を受けさせるためにヨーロッパへ子供たちと移った。スイス、南フランス、ローマなどを訪れ、1844年から1845年の間、デュッセルドルフ美術アカデミーで学び、パリで歴史画家、トマクチュールから絵を学んだ。フランスでは芸術家の集まったバルビゾン村で暮らし、バルビゾン派の画家、 特にジャン・フランソワ・ミレーに影響を受けた。1855年にアメリカに帰国した。アメリカに戻った後、ロードス島などで暮らすが、最終的にボストンに住み、美術学校で教え、また人気のある肖像画家として働いた。ハントはボストンの上流階級の人々を教え、教えた人物には、エレン・デイ・ヘールやウォルター・ゲーラがいる。 哲学者のウィリアム・ジェームズも半年から絵を学んだが、半年余りで断念した。ありがとうございます。